パート2の Whatever のコーナーのトピックは Jokes。 例えばね、友達とかで、まあ、タグでもいいや、うん、タグでもなんかたまにこうボケる、うん、ボケるよね。でその時に日本人だと、うん、もうその言ったことに対して直接、うん、もう何かで、ああなんでやねんみたいな、なんでやねんとか、そういうなんか、そんなんちゃうやんとか、ああなんかそういう言い方でダイレクトで言うけど、うん、こっちだと、うん、皮肉っぽい言い方で答えるのね。だからヒューマーのカルチャーが全然違うから、うん、やっぱりこあの勘違いが多いと私は思うのね、うん、私も日本のヒューマーは難しいと思う、うん、難しいと思う。テレビ見てても早すぎると思うし、だから誰かが私に対してボケてきても、うん、私はその人に対してどういう風にリアクトしたらいいかわからない。でそこで、okay、日本人はそこでなんでやねんとか、うん、right？ そこで突っ込む、うん、英語だとそのボケに、沿って皮肉っぽいことを言う、うん、だからあんまり日本人に対しては面白くないって思うかもしれない、うん、でもそれがこっちのリアクション、うんうんうん、だから for example ね、これは面白くないかもしれないけど、うんうんうん、これがあのちょっと分かりやすい例ね、うん、My New Year's Resolution っていうのは今年から、うん、抱負抱負ね、うん、今年の抱負は I'm gonna quit smoking。 私実はタバコ吸わない、うん、でみんな分かってるのに私がボケるね、うん、I'm gonna quit smoking、うん、でそこで日本人だとどういう風に答える？え、スワンヤンみたいな。そう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 、そのまんまスワンヤンで、そのまんま、うん、You don't smoke って、うん、まあ、英語に訳すと、うん、You don't smoke、うん、吸わないじゃんって、うん、なんでやねんってその直接言うんだけど、うん、英語だとそれに対して、うん、だからそのボケに対してこうフォローして、うん、皮肉っぽいことを言う、うん、例えば Oh yeah, and I'm gonna quit bungee jumping。 わかる？ここでバンジージャンピングもしたことない人が、うん、Oh yeah, and I'm gonna quit bungee jumping って、うん、ありえないことを言う、うん、また そういうのが、うん、こっちのヒューマー。 Another one、 例えば、うん、誰かがなんかすごくいいレストランとかで、うん、すごく大きな声で喋ってて、うんうん、でこの場合は日本人だとなんて言う？今日はご機嫌やねみたいな。 OK、うん、あとはなんか今日声大きくないみたいな。英語だと、うん、この皮肉、うん、サーカズムって言うんだけど、うん、英語でここで You can talk a little louder there っていう言い方、もっと大きな声でもっと大きな声で喋れるかいっていう言い方がすごく皮肉っぽい、うん、日本語ではそういう風に言わないでしょ、うん、そこでうるさかったらあんたうるさいよって、うん、あと声大きいよって、うん、それが勘違いしやすい。あ、確かに何か言われた時に、え、それどういう意味なんやろうって思ってしまう時がたまにある、本気で言ってんのか、うん、そう、うん、だからそこで勘違いしやすい、うん、こっちのヒューマーだとね、うん、例えばあのタグがね私に説教してくれて、うん、もうずっとなんか酔っ払って例えばね、うん、あの説教してて、うん、で私はこの場合 OK OK Thanks Dad。 それは日本人だと絶対言わないよね。シッコンとかよく見てればね、だこっちの方が分かるようになる。そう、シッコンとか見ると Friends と後ろでわははははって笑ってるのが Situation Comedy って言ってシッコンっていうのね、うん、アメリカのテレビってもうシッコンだらけで、うん、それを見てるとよくわかる。フレンズは特に面白い、面白いヒューマーだから、うん、すごいいい勉強になると思う、うんうん、なると思うね、あの辺はね、yeah。